はようさん、あけみです。みほです。ひろつです。はい、今日はこの3人で鉄砲木の頭、鉄砲木の頭、鉄砲木の頭だと思うに登っていきます。みほちゃんは2月以来7ヶ月ぶりで、ひろつは5月からだから5ヶ月ぶりはい、あ、そう、4ヶ月ぶりか、4ヶ月ぶりで、ちょっと時間が空いてるのでサクッと絶景をゲットしに来たよ真っ白、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 天気予報を見てきたのにちょっと真っ白なんでね、なんと山頂まで25分なんで軽い気持ちでちょっと行って帰ってきますわ。はい、では行きたいと思います。ちなみにいつもだったらパノラマ台の駐車場の方に止めるらしいんですけど、今日は三国峠の駐車場に来ています。なんかパノラマ台が工事中なんだそうです。書いてあるね、工事中。はい、この辺は山中湖なので富士山のね、絶景が楽しめる登山道がいっぱいあって、ピンクリボンがあっちにもあったりするんですけど、どっちだと思う？左の方がちょっとなんかなだらかに見えてる、まあ、誰かが分け入った感があるよねスパッとパンパンの感じがプロっぽいですね。これね、ユニクロワークマン、ワークマン、これだけちょっと高いやつ。そうなんだ、うん、なんと上のシャツ990円ぐらいだった。990円、ワークマン興奮した今日はね、25分で山頂でね、上り160何メートルぐらいしか上らないからね、楽々ですよ。ススキと富士山の絶景が簡単に見られる場所なんですけど、今日はね、幻想的な絵になっちゃいそうです。ほら、分かれ道ですね。結構まっすぐなはずなのにいっぱい道があるから、ちょっとね、GPS あった方がいいかもしれない。どこ行ってももしかしたら着くのかもしれないけど、すごいね。ね、いっぱい撮ろう。なんせ私たち今日のんびりでいいから確かに。ね、ススキは生えてる期間がすごい長いんだって。はあ、確かに。ここから多分ね、11月くらいまではこのススキが楽しめるはずなので。だからあの方が開いてないもんね。うん YouTube してる赤トンボか。あの人たちなんか後ろ向きになってるわ。もうあそこゴールなんじゃね。みほちゃんは7ヶ月ぶりだからちょっと大変そうですけども、ガッツはあります。辛い時は景色を見て紛らわして紛れる御嶽さんはあのバスの時間がちょっとギリギリだったから急いだんですけど、こうやってゆっくり時間を気にせずに登れるのは本当に楽しいですね。いつものメンバーもいるしね早っ、着いたね汗だく。はい、標高1291メートル明神山頂です。明神なんだね。そうだね、明神山。あ、でも鉄砲の頭って書いてある。鉄砲木の頭、鉄砲木の頭って書いてある。はい、22分で登頂頑張った頑張った、うん、でも結構滴ってるよ、汗が。ねえ、汗かいた。あっちがね、パノラマ台の駐車場でね、あ、向こう多分、うん、もう登ってくる時からずーっとこのススキと富士山が見えてたんだと思う。あー、なんかね、うっすら、なんかうっすら見えんのよ。山中は砂神社、奥宮だそうです。神社なんだ。あ、なんだろう、綺麗よ。わー、ちょっと景色が、ここにね、富士山がいるの。ここに、あ、そこにね、
多分あそこに線は見えてる。見えてるよね。稜線見えてる。いやあれ山中湖ね、うん。ちょっと携帯にします。シェアしたい。はい、ということで残念ながら富士山はこんな感じですけども、これから多分あと 1,2 ヶ月は富士山とこの、はい、絶景が楽しめるはずなので、来たい人は来たらいいと思います。サクッといけるよ、ね、どうだった久しぶり。めっちゃきつかった。ゆる山ったってゆる山って聞いてたのに、ちょっとこれ以上ゆる山を思いつかない。こんなはずじゃないよと。長くてもいいけど、うん、傾斜がきつかったね。そっかそっか。そう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 。じゃあもうちょっと傾斜が緩い、傾斜緩ければ2時間ぐらいいける。わかったけど、うん、じゃあやっぱり大勢なんじゃない私たち。そうだね、うん、そんな感じです。はい、はい、じゃあこの後私たちはどうなるのかな、どうなるのかな、まだノープランです。あ、せーの、おい、よいしょ。はい、御殿場アウトレットのこの花の湯にやってきました。料金は、うん、ちょっとお高めです。大人価格、うん、さらにお高めな。あ、貸し切り個室も露天風呂もあります。私3人でしっぽりする。はい、もういいのかと思います。お風呂を満喫してから御殿場アウトレットに来ました。アウトレットで1000円以上買い物するとお風呂は安く入れるみたいです。インスタゾーンのこの辺にアウトドアショップ、マムートとかミレ、コロンビアとかありました。パノラマ銀座、常念山脈、大縦走。